友情と映画の魔法、ナンバーアンダーライン1イビアボトーク、第2弾の魅力を探る旅。今週のテーマは、映画、カチンコ。皆さん、こんにちは。今夜も19時から、ナンバーアンダーライン1イビアボトークの第2弾が公開されます。ビールを片手に楽しいひとときを過ごす準備はできていますか今回のテーマは、映画。最高の仲間たちが集まり、 大好きな映画について熱く語り合う時間がやってきました。映画がもたらす魔法、その中で語られる友情の物語。映画と友人との時間がいかに私たちの心を温め、日常のストレスを忘れさせるか。このテーマを軸に、今回のナンバーアンダーライン一ビアボトーク、第2弾がどのように我々を引き込むのかを探ってみましょう。第1弾では、多くの反響をいただきました。 視聴者の皆さんからは、3人のメンバーが見せる和やかな雰囲気や、彼らの個性が光るトークに対して、多くの賞賛の声が寄せられました。次はどんな話が飛び出すのかとワクワクする期待感が高まっています。映画は、単なるエンターテインメント以上の存在です。それは時には人生の教訓を与え、時には深い感動をもたらします。そして、 何よりも友人との時間を特別なものにしてくれるツールでもあります。ナンンバーアンダーライン a ビアボトークの第2弾では、この映画と友情のテーマに焦点を当て、3人のホストが最高の仲間と最高の時間について語り合います。ビアボールという新しいスタイルのビールの楽しみ方が、このトークショーの中心にあります。視聴者はビアボールを片手に、リラックスした雰囲気の中で映画の話題に耳を傾けます。 これは、まさに友人と一緒に映画を楽しむ夜を再現するかのようです。映画を見ながらビールを飲む、そのシンプルな喜びを最大限に楽しむための工夫が、このトークショーには溢れています。第1弾の放送では、視聴者から多くの好評を得ましたが、今回はさらに深く掘り下げたトークが期待されます。3人のホストが、それぞれの映画への思い入れを語る中で、私たちは彼らの個性を感じることができます。 例えば、感動の涙を誘う映画や、笑いが止まらないコメディ心に深く刻まれるドラマなど、それぞれが異なるジャンルの映画を選ぶことで、視聴者に新たな視点を提供します。彼らの話を聞くことで、自分自身の映画選びの参考にもなるでしょう。友人と一緒に見るべき映画リストを作成し、新しい映画体験を共有するきっかけにもなります。ナンバーアンダーラインイチビアボトークの視聴者たちも、 このトークショーに対して熱い反応を示しています。ソーシャルメディア上では放送開始前から多くの期待の声が寄せられています。2> 第2弾のお知らせありがとうございます。19時楽しみにしています。どんな映画の話題になるのか楽しみです。など、視聴者の期待感が溢れています。これらのコメントは映画と友情が持つ力を再確認させてくれます。私自身も、 友人と一緒に映画を見ることがいかに特別な体験であるかをよく知っています。例えば、大学時代の友人と見た映画は、今でも心に残っています。共に笑い、共に涙したその瞬間は、一生忘れることはないでしょう。ナンバーアンダーライン1ビアボトークのようなトークショーは、私たちにその素晴らしさを再確認させてくれます。そして、新たな映画体験を共有することで、 友情をさらに深めるきっかけを提供してくれます。今回の第2弾を通じて映画と友情の魅力がいかに深いかを改めて感じることができました。次回のテーマやホストたちがどのような話題を提供してくれるのか、ますます期待が高まります。映画と友情、そしてビアボール。このシンプルな組み合わせが私たちの日常を少しだけ特別なものにしてくれるのです。 次回のナンバーアンダーライン1ビアボトークもきっと新たな驚きと感動をもたらしてくれることでしょう。映画は私たちの心に深く残るものです。喜び、悲しみ、感動、興奮、映画は様々な感情を引き出し、私たちの日常に彩りを与えてくれます。そんな映画について、3人がどのような視点で語るのか、どんなエピソードが飛び出すのか、楽しみがつきません。 ナンバーアンダーライン1ビアボトークは、ただ話を聞くだけではなく、視聴者の皆さんも一緒に楽しめるように工夫されています。ビアボールを手に持ち、一緒に乾杯しながら楽しむというスタイルが、視聴者と一体感を生み出します。ビールの泡のように軽やかで楽しいひとときを、最高の仲間と共有できるのは、この番組ならではの魅力です。ハッシュタグ、ハッシュタグ、ハッシュタグ、パーソナルな視点からのトーク。 今回のテーマ、映画について、3人はそれぞれのパーソナルな視点から語ります。彼らが選ぶお気に入りの映画や、映画館での思い出、映画にまつわるエピソードなど、普段は聞けないような話が飛び出すことでしょう。また、視聴者の皆さんにとっても、共感できる部分や、新たな映画の楽しみ方を発見できるかもしれません。例えば、メンバーの一人が涙ぐんだシーンについて話すこともあるでしょう。 映画を見て涙を流す瞬間は、それだけその作品が心に響いた証拠です。どの映画が彼の心を動かしたのか、その時の感情や背景について深く釣りするトークは、視聴者にとっても興味深いものでしょう。ナンバーアンダーライン1イビアボトークのもう一つの魅力は、視聴者とのインタラクティブな交流です。リアルタイムでコメントを送り合い、共感したり意見を交換したりすることで、一体感が生まれます。 視聴者のコメントに対してメンバーが答える場面もあり、距離感を感じさせない親近感がこの番組の特徴です。さらに、この番組は最新の映画トレンドや話題作にも触れます。例えば、最近公開された映画や話題の作品について、メンバーがどのように感じたか、どんなポイントが印象に残ったかを話すことで、視聴者にとっても新たな映画の魅力を発見するきっかけになります。映画を語ることで、 その魅力が再発見され、視聴者も新たな視点で映画を楽しむことができます。例えば、普段は見逃していた名作や、特定のジャンルに興味を持つきっかけになるかもしれません。また、映画を見る際の楽しみ方や、おすすめの鑑賞方法についてのアドバイスも参考になるでしょう。第2弾の配信が終わった後も、視聴者からのフィードバックは続きます。次はどんなテーマがいいか こんな映画について話してほしい、など、視聴者の声が番組作りに反映されることもあります。こうして、番組は視聴者と共に成長し続けます。ナンンバーアンダーアダライン1ビアボトークは、最高の仲間と最高の時間を共有する場です。今回の第2弾、映画をテーマにしたトークを通じて、視聴者は新たな発見や感動を得ることでしょう。 19時からの放送を楽しみに、ビアボールを準備して一緒に素敵なひと時を過ごしましょう。さて、次回のテーマは何になるのでしょうかあなたはどんなトークを期待しますかまた、どんな映画があなたの心に残っているのでしょうかぜひコメントで教えてください。次回のナンバーアンダーライン1ビアボトークでまたお会いしましょう。皆さんのご参加を心よりお待ちしています。それでは、 乾杯。皆さんもぜひ、友人と一緒に映画を楽しみながら、このトークショーを見てみてください。きっと、心温まる時間を過ごすことができるはずです。最後に、読者の皆さんに問いかけたいと思います。あなたにとって、友人と一緒に見た忘れられない映画は何ですかその映画がもたらした思い出や感動を、ぜひ教えてください。このトークショーがもたらす新たな映画体験とともに、 皆さんの映画の思い出も共有できることを楽しみにしています。